こちらのマハラジャジャイシンという王様によって建てられました。この天文台は一番綺麗です。あと他にはね、4つ天文台があります。デリーの中、ベナラス、マトラ、オジェン。こういうところであった天文台がみんな天文台の調子が悪いでしょう。建物がバラバラになって、なっております。だけどこの天文台はまだ一番綺麗、一番見て時間が合わせることはできます。だけど今日は私たちはこの天文台で時間が合わすことができますね。この天文台の中にある日時計です。これ今日は天気がいいです。太陽が向こうです。お日様で、この壁の陰でここに時間が合わせて案内します。いいですか、どうぞ。はい、じゃあ現地のガイドさんの作業私はやります。どうぞ皆さん。はい、皆さんここにはね、ですね、ここはね7時、8時、9時、10時、11時、12時、7時から12時までここ波紋です。隣は同じ形の1時から6時までです。今日はね太陽向こうですね。だからこの壁の毛がここに見てください。いいですか。はい、この中でもちょっと案内します。簡単の説明いたします。ちょっと聞いてください。皆さん例えばここからこの線が見えますね。ここからここまで15分、ここからここまで30分、プラス15分45分プラス15分1時間、ここからここまで1時間です。ここから向こうまで1時間、あとは1時間もう上。いいですか。で、あとはね、ここからここまで5分です。いいですか。その中でいけん、これは1分、1分、あとここからここまでいけん秒、20秒です。いいですか。20秒、いいですか。で、これから、はい、今は今は10時6分です。10時6分の中には今日は時間書いてあります。12分書いてある。 10時6分の中には12分プラスするとお客さんの得意の時間が出てきます。10時18分ですね。いいですか。10時18分ね、バッテリー、これは日時計。だからインドの中にはね、 EST タイムは世界インドで同じです。 EST タイムはイラバという町から数えます。イラバという町から EST タイム、インドで。ネパールの中には15分の時差があります多分。あとパキスタンの中には30分の時差と、日本は遠いです。日本からここまでで、日本とインドの中には3時間半の時差です。 OK? すごいね。皆さん今日は大変ラッキーです。皆さんがいい天気でこのことを見ましたから、皆さん本当にありがたい。はい、どうぞ皆さんこちらお願いします。皆さんどうぞ。